皆さんこんにちは、タカボンです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、2023年の7月に買ってよかったものをご紹介していきたいなと思います。毎月恒例の買ってよかったもの動画ですね。7月はですね、 Amazon プライムデーがあったりしたので、そこでもいろいろと買い物をしたんですけど、セール以外の時にも買い物をしたりしたので、まあその中でも特に買ってよかったなって思ったものをピックアップして、全部で7つかなご紹介していきたいなと思います。紹介するものに関しては全部概要欄に販売ページの URL もまとめておきますので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。それでは早速始めていきましょう。はい、まず一つ目のアイテムがこちらになるんですけども、これ何かっていうと、山崎実業から販売されているカーペットクリーナーホルダーっていうやつですね。まあ、これどうやって使うかっていうとですね、裏面がマグネットになっていまして、マグネットの方を壁にピタッとくっつけまして、これですね、コロコロをこんな感じで横からスッと入れることで収納することができるよっていったものになってます。こっちの面を壁とかにピタッとくっつけることで、こうやってコロコロを引っ掛けておくことができて、あとこの部分ですね、ちょっとこの部分くぼんでるんですけど、この部分がトレイになっているので、まあ、例えば玄関の扉にくっつけた時とかで言うと、この上の部分に例えば鍵だとか、まあ、ちょっとした小物を置くスペースもあるよって言ったものになってますね。まあ僕もたまに掃除したりする時であったりだとか、今ちょっとベージュのズボン履いてますけど、黒いスラックスとかを履いてる時はホコリが目立っちゃったりするので、まあ、そういった時はコロコロでこうやってホコリ取ったりしてるんですけど、まあ、そういった時に使うこのコロコロの定位置っていうのがちょっと決まらなくて困ってたんですよね。僕が使っているコロコロは無印良品で買ったやつなんですけど、無印良品のコロコロって最初からこういったケースがついてくるんで、前にですね、このケース自体にここの部分とかにマグネットですね、粘着式のマグネットを100均かどっかで買ってきて貼り付けて、まあ、そのマグネットを使って玄関の扉にピタッとくっつけるみたいなことをやってみたりしたこともあったんですけど、やっぱり100均のマグネットとかだとさすがに粘着が弱いみたいで、ここがペリペリっと剥げちゃって、まあ、コロコロが気づいたら玄関に落下してるみたいなことがね、あったりしたんですよね。まあ、それ以降は粘着式のマグネットでこれを固定するっていうのは諦めて、まあ、ゴミ箱の上に置いてみたりだとか、玄関の端っこの方に置いてみたりだとか、まあ、どこに置こうかなっていう風な感じではあったんですけども、まあ、今回こちらの新しいアイテムが山崎実業から出たっていうことで、もうこの山崎実業のこのマグネットだったらね、粘着もがっちりついてて問題ないかなっていう風に思うので、安心して玄関の扉にくっつけることもできるんじゃないかなっていうふうに思いますし、さすが山崎実業っていう感じのシンプルなデザイン性もすごいいいんじゃないかなと思って、これを玄関で使おうかなと思って購入しました。僕結構黒いスラックス履いたりするんですけど、黒いスラックスを履いて外に出た時に日の光とか浴びると結構ホコリが見えて、うわ家でコロコロしておけばよかったみたいな感じに、ね、なっちゃったりする時あるんですけど、これを使って玄関にコロコロ設置しておけば、コロコロが目に入って、あホコリ取っておこうっていう風な感じですぐ気づくことができるようになったので、黒いスラックスがホコリまみれのまま家を出ちゃうっていうことも少なくなったので、その点においても良かったなっていうふうに思いました。これ山崎実業から最近出たアイテムにはなるんですけれども、まあコロコロの定位置ちょっと困ってるなっていう方で、マグネットでどこかにくっつけられる場所があるよっていう方は、ぜひこのアイテム買っていただければなと思いますね。はい、続いてがこれですね。ノースフェイスのホライズンハットっていう帽子を買いました。まあ、これは音楽のフェスとかにちょっと行きたいなと思ってて、日焼け防止のためにつばの広い帽子が欲しいなと思って買ったのがこれですね。僕去年も音楽のフェス行ったんですけど、その時は前だけつばがあるタイプの帽子で被って行ったんですけど、まあその帽子だとどうしても首とかが結構日焼けしちゃったので、まあ今年も行くのであれば全部つばがあるやつを買って、で被っていきたいなっていう風に思ったので、このノースフェイスの定番モデルのホライズンハットっていう帽子を選んで買いました。まあ、僕はですね、ちょっと頭がでかいので、一番でかい XL のサイズを買ったんですけれども、まあ、その場合で言うとサイズ感もあんまりきつすぎずいい感じでしたし、まあ、紐がついててですね、これ後ろの方に、まあ、こんな感じのゴム紐がついてて、ここを引っ張ることで若干ですけどね、この帽子の大きさも調整ができるので、ある程度大きめのやつを買っておいて、ここでね、ちょっと大きいなって思ったら調整するみたいな買い方がいいのかなっていうふうに思いましたね。あとこれこういった紐もついてくるんですけど、この紐ですね、こんな感じで先っぽにフックがついていまして、
あと帽子の方にもですね、こんな感じでフックを取り付ける輪っかがついているので、この紐を取り付けてあげれば帽子をこう首から引っ掛けたりすることができるようにもなるので、アウトドアとかで使いたい方はこういった紐も取り付けて使うといいのかなっていうふうに思いますし、まあ、ちょっと近所に買い物に行くときに日焼け防止で被りたいなみたいな時とかは、あんまりアウトドア感が出すぎないように紐は取り外して使うといいのかなと思ってます。僕は基本的に取り外して使ってますね。これこの辺がちょっとこう隙間が空いててメッシュ素材みたいな感じになってて通気性のいい帽子になってるので、まあアウトドアとかちょっと暑い日に被るのもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあデザイン的にはがっつりアウトドア専用っていうふうな感じのデザインでもないので、まあ普通にタウンユースもできるなと思ってて、僕は近所のカフェに行く時であったりだとか、あとはこの間東京にソニーのイヤホンの発表イベントで行ってきたんですけど、その時も持って行ってて、一人で暑い日中歩く時はもうこれ被って歩いてたりしましたね。まあ服装との相性にもよると思うんですけど、こういったシンプルなデザインの黒い帽子であればある程度どんな服装にも合うんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ日差しの強い季節とかに一つ持っておくと便利な帽子なんじゃないかなと思います。これ買ってよかったですね。はい、続いて買ってよかったものが、新しく買ったスーツケースですね。こちらになるんですけど、まあ、これがですね、グリフィンランドっていう日本のメーカーで作られているスーツケースで、名前はノーブルっていう名前のスーツケースになっています。これ結構人気のスーツケースみたいで、サイズとか色の展開がたくさんあるんですけど、サイズに関しては S、M、L の3サイズあったんですけど、僕が買ったこちらは M サイズとなっていて、まあ、容量が60リットルくらいあって、まあ、大体4泊から6泊する時用のサイズ感っていうぐらいのスーツケースになってますね。このスーツケースに関してはこの間個別の動画でもご紹介したんですけど、この前ソニーのイヤホンの発表イベントで東京に行ってきたので、まあ、その時に使いたいなと思って買ったのがこのスーツケースになります。まあ、実際に旅行で使ってみたんですけど、このスーツケースダブルキャスターになっていて、1個にこう2つ車輪があるタイプのものになっているので、まあ、かなり滑らかに滑ってくれて移動もすごくさせやすかったですし、あと中も開いてみようかなと思うんですけど、この開けるところのロックの部分もですね、こんな感じで結構かっこいいんですよね。上下で2つついているので、このロックをガシャッと2個外すことで開けることができるっていったスーツケースになってまして、開けるとこんな感じになっていて、両サイドにちゃんとこの仕切りの布がついているタイプで、こっち側はこのスーツケースにもくっついている布がついていて、逆側のこっちに関しては上と下にフックがついていて、この仕切りの布が完全に外れるような仕様になってるんですけど、まあ、両方ともこういった仕切りの布がついているので、両方ともこう片方ずつ荷物を整理するっていうのがすごいやりやすかったなっていうふうに思ったので、まあ、これは旅行用に一つ買ってよかったなっていうふうに思いました。ただですね、これ結構容量が大きいので、まあ、調子に乗ってですね、まだまだ余裕やんと思っていろいろ洋服詰めて持っていっちゃったんですけど、まあ、洋服とか多めに持っていっちゃうとやっぱりね、この荷物自体が重くなっちゃって、こう新幹線の上の棚にこうよいしょって荷物を上げる時であったりだとか、あとは地下鉄とか乗る時に下りのエスカレーターとかエレベーターがなかった時に、こう階段で必死にこう手に持ってこう降りなきゃいけない時とか、まあ、そういう時はちょっとね、さすがに荷物が重たいなっていう風になって、まあ、ちょっとそこは大変だったので、まあ、容量が大きいとはいえあんまり荷物は詰め込みすぎちゃいけないなっていう風に思いましたね。まあ僕結構心配性でいろいろとね、なんか寒かったら嫌だなとか暑かったら嫌だなとか汗かいたら嫌だなみたいな感じでちょっとね、着替え多めに持っていっちゃってたので、まあそういったところはちょっと反省点だなっていうふうに思いました。まあこのスーツケースはね、本当に使いやすかったんですけど、あんまりいろいろ詰めすぎちゃうと良くないなっていうふうに思ったって感じですね。このスーツケース結構人気のモデルとなってるみたいでして、まあ特に楽天の方で結構売れてるみたいなんですけれども、カラー展開も結構種類が多くて可愛い色のものとかも多いので、スーツケースの身長とか考えられている方はぜひこのグリフィンランドのノーブルっていうスーツケース購入候補の一つとして検討していただければなと思います。はい、そして今月買ってよかったものの5つ目がこれですね。富士フイルムの新しいカメラの XS20 ってやつを買ったんですけど、これ本当にね、買ってよかったなっていうふうに思いました。
まあ、これがですね XS20 っていう名前なんですけど、僕が初めて買った一眼カメラがこちらの XS10 っていうカメラになってまして、これの後継機にあたる機種になるんですね。見た目はすごいそっくりなカメラなんですけれども、こっちの XS10 が弱点としていたバッテリー持ちが短いっていう弱点があったんですけど、まあ、その弱点が大きく改善されたことでかなり使いやすく進化したカメラがこちらの XS20 っていうカメラになってます。まあ、最初に買ったねこっちの XS10 もほとんどねスペック的には僕は不満がなかったんですけど、サイズ感とかもすごく気に入ってたんですけど、動画を撮っていると20分から30分くらいしかバッテリーが持たなくて、まあ、それが我慢ちょっとできないなっていう風になって、今この動画を撮っている XH2S っていうね富士フイルムのガチカメラを買ったんですよね。ガチカメラなのでやっぱり結構サイズ感も大きくてでかくて重くなっちゃったんですよね。なのでもうちょっとコンパクトなサイズ感で、この XS10 くらいのサイズ感でバッテリー持ちがいいカメラが富士フイルムから出てほしいなと思ってたんですけど、まあ、それが今回これですね XS20 で僕の夢が叶う感じになったということで購入をしたという感じになります。最近の動画に関しては結構この XS20 で撮ってますし、あと東京に行った時とかもカバンの中身紹介とか、あとはあの WF1000X M5 のファーストインプレッションみたいな動画とかもアパホテルの方で、宿泊しているホテルの方で撮ったりしたんですけど、その時の動画であったりだとか、あとは旅先で撮った写真とかも全部これ1台で撮ることができたので、その点においてすごい買ってよかったなっていうふうに思いました。まあこの XS20 っていうカメラは他社さんのソニーとかニコンとかのカメラと比べるとスペックの割には値段が高いっていう風に言われてて、ちょっとかわいそうなカメラではあるんですけれども、まあ僕の場合は富士フイルムの色味であったりだとか、あとは本体のデザインが僕は気に入って使ってるので、まあ、そこはね他社にはない魅力かなっていう風に思ってるので、僕個人的にはやっぱり買ってよかったなっていう風に思ってますね。僕が今つけているレンズはこのシグマの 18mm50mm の標準ズームレンズなんですけど、まあ、これと XS20 の組み合わせで大体のことはこなせちゃうんですよね。この組み合わせ結構気に入ってるので、今後もこの組み合わせで写真も動画もたくさん撮っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、そして続いてのアイテムもちょっと撮影機材関係になるんですけれども、こちらのマイクにつけているマイクアームですね、これを新調しました。まあ僕のチャンネルの場合で言うと Amazon のセール情報動画とか画面収録をしながら音声を取るときはこの Shure の MV7 っていうマイクを使ってまして、これで喋ってるんですけど、これにつけてるマイクアームがまあ今回買ったやつで、オーディオテクニカっていうところのマイクアームを購入してます。なんでこれ買ったかっていうと、今までまともなメーカーからマイクアームの白いやつって販売がなくて、黒いやつばっかりだったんですよね。僕はこんな感じでデスクはホワイト系で統一をしているので、マイクアームに関しても白いやつがいいなと思って、まあ Amazon で探したんですけど、まあ以前はこういったオーディオテクニカみたいな主流のメーカーから販売されているものはなくて、 Amazon で見つけた謎のメーカーのやつを前は使ってたんですよね。前に使ってた謎のメーカーのやつはちょっとねこの辺とかの関節がゆるゆるで、なかなかマイクの位置がね定まんないなっていう感じがあったんですけど、やっぱさすがオーディオテクニカだなっていう感じで、まあ有名メーカーのやつはですねこんな感じでマイクがしっかりとカチッと止まってくれますし、ここの関節がまあ硬いんでしっかりとですねマイクを固定することができるんですよね。こんな感じでピタッとマイクも止まってくれるので、マイクの固定がすごくやりやすくなって音声の収録がすごくしやすくなってたんですよね。Amazon のセール情報動画収録するときはこんな感じでマイクをセッティングして目の前の画面を見ながら喋ってるっていう風な感じですね。はい、そして7月に買ってよかったもの最後になるんですけど、最後がこれですね、明星のロカボヌードルの濃厚鶏白湯味。これがですねプライムデーで安くなったので買ってみたんですけど、これね美味しくて買ってよかったなと思いました。こういうちょっとだけ健康に気を使ったカップ麺みたいな括りで言うと、カップヌードルのプロシリーズが人気だと思うんですけど、まあ、僕もカップヌードルのプロシリーズは特にチリトマト味が美味しいなと思って、チリトマトねよく食べてたんですけど、まあさすがに同じものばっかり食べてると飽きてくるなっていうのがあったので、味変したいなと思って買ったのがこれなんですけど、これ美味しかったですね。これが明星のロカボヌードルっていうやつなんですけど、低糖質で高タンパクで
あとカロリーに関してもカップ麺なんですけど198キロカロリーということで、まあ、結構カロリーもカップ麺にしては控えめなんじゃないかなっていうものになっていますね。で、味的にはいろいろ種類があったんですけど、僕は濃厚鶏白湯味っていうやつがちょっと美味しそうだなと思ってこれ選んだんですけど、まあ、濃厚って名前はついてるんですけど、そこまで濃厚のこってりとした感じじゃなくて、まあ、割とあっさりとしたスープになっているので、あんまりこう胃もたれしちゃうような感じもなくていいなと思って、ちょいちょいお昼ご飯とかで食べてるって感じですね。まあ、ただですね、Amazon だと12個セットで買うことになっちゃうので、食べたことがないものをまとめ買いするのが不安だなっていう方は、まあ、近所のスーパーとかでこちらのパッケージのやつちょっと探してもらって、味が気に入ったら Amazon とか楽天でまとめ買いするといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、カップ麺食べてる時点でそんなに健康にいいわけはないかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、やっぱりカップ麺たまには食べたいなって思う時あると思うので、まあ、言い訳程度に健康に気を使ったやつがいいなっていう方は、このロカボヌードルってやつチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、カップヌードルプロも美味しいんですけどね、カップヌードルプロちょっと食べ飽きたなっていう方は、この明星のロカボヌードルもチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画では2023年の7月に買ってよかったもの全部で7つご紹介させていただきました。紹介したものに関しては全部概要欄の方に URL を掲載しておきますので、気になったものがあった方は概要欄の URL から詳細をチェックしてみてください。ちょっと最後に余談的な感じで7月を振り返りたいなっていうふうに思うんですけど、7月に関してはプライムデーでたくさんね動画を更新したりだとか、あとはソニーのイベントで東京に行ったりだとか、あとはまあ何よりもね、最近暑すぎて、まあ、暑さでだいぶねへばっちゃってまして、動画更新のペースがねちょっと下がっちゃってるなっていうところはありますね。いや、まあ最近ねやっぱりなんせ暑くてね、ちょっと暑さでバテてるなっていうところもありますし、あとこの間ね東京に行ったのが本当にね久々の旅行というか、ちょっと大きめの外出だったんですけど、まあ、東京で3泊4日した後にさらにその後ろに大阪に行ってサッカー観戦もして帰ってきたんで、もう帰ってきてからかなりクタクタになっちゃいまして、まあ、かなり寝てましたね最近は。本当になんか家にこもって昼間ぐらいに起きてちょっとご飯食べてまた寝て1日終わるみたいな感じになっちゃってる日とかもあったりしたので、まあ、ぼちぼちね、ちょっと、まあ、運動とかもしつつ、ちょっと体力も取り戻しつつ、ちょっと動画更新のペースを上げていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、ちょっとね、やろうと思ってた上半期ベストバイの動画っていうのを更新できないまま、もう8月になっちゃってるので、まあ、ちょっと遅くなっちゃったかなっていう気もするんですけど、上半期っていうと考えるとね、6月なんで、まあ、6月に買ったものを6月の時点での上半期ベストバイに入れるのってちょっと難しかったりすると思うんですけど、8月になったらね、ある意味冷静な判断もできる期間になってるんじゃないかなっていうふうに思うので、上半期に買ってよかったものっていうね、フラットな目線でベストバイ動画作れるんじゃないかなっていうふうな、まあ、言い訳みたいなことを考えたりしてるっていうところですね。はい。まあ、というわけで、ちょっと今回はこんな感じで終わろうかなと思うんですけれども、この動画が参考になったなっていう方は、ぜひ高評価ボタンを押していただいて、あとチャンネル登録もしていただいて、また動画見に来てもらえると嬉しいです。あと、Twitter、現 X とインスタ、楽天ルームをやってますので、よかったら概要欄の方から覗いてみてください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。